はい、どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、伊沢さん、もうあと5分しかございませんからね、このお部屋も、あと5分、早め、いや、さっきさ、トヨカの出番ってさ、で出番終わってさ、楽屋戻って、お先でございましたって挨拶してもあるでしょ、楽屋を、そしたらさ、京太夢子の京太師匠がさ、入ってこいよ、楽屋、ってさ、言われてさ、で、いや、自分も使ってる楽屋だから、あれなんだけど、で、他の楽屋にも、お先でございましたって挨拶いただいたから、いや、ちょっと上の階も、つったら、いや、いいから、もう入れよ、言ってた、ずっと言われたでしょ、もう入ってこいよ、つって。怒られるのかなって最初思ったんだけど、怒られるような雰囲気でもないし、なんだ異様にさ、入れって言うから、なんだろうなと思いながら、まあ、すみません、ちょっと上挨拶行くだけなんで、つって、でまた戻ってくるし、僕、この楽屋戻ってきますから、つって、で、バーって挨拶してさ、楽屋戻ってさ、まあ、楽屋入るじゃん。入って、なんか話してくるのかなと思ったら、そこから1分ぐらいさ、別に何喋ろうけどもなくさで、普通風にあの他にもう一人師匠がいたからさ、普通風に昔の芸人の話して、結局師匠も出番だから袖行って、お疲れ様でしたつって帰ったんだけどさ、あれ何だったんだろうと、なんか異様に言ってたよね、楽屋入れ、確かにテンション高かったよね、ね、なんだろうね。でいつもさ、使う寂しかったから寂しかった、でもいたじゃん、もう一人、翔太郎師匠、で、いつもあの同じ楽屋使ってるの師匠も知ってるはずだから、いつも同じになるからさ、なんであんな無性に入れって話したかったんじゃないかね、京都話したかったってことか、ね、その時話したかったんじゃない、あ、その瞬間、その瞬間、あ、なるほどね、で、前置いたから、だからなんかこいつでけえし、暑苦しいし、かけてるしと思ったんじゃない。そこまで思ってないもん。そこまでは思ってないと思うけど、あ、そうか、いや、入った途端さ、別になんか喋るわけじゃなく、その翔太郎師匠もじーっと別にいるしさ、その時にあれだったんじゃない、本当になんかもう高まってたんじゃない、ちょっと一言なんか喋りたかったんだと思うよ、瞬間に、瞬間ね、だからもう行かなくていいよ、俺なんて、今、入れよ、ああ、そういうことか、だと思うよ、なるほどね、そう、ああ、じゃあまあまあ、そうで一周見て、まあそうでね、1分2分ぐらいかかるから、はいはい、それでちょっとインターバル置いたら、多分できるやつは赤いし、ハゲてるし、いや、そんなことまで思ってない、美しいな、蒸し暑いな、今日は、いや、まあ、そう思ってないって、そんなことで思ったんじゃない、いや、思ってないっつってんの、だから困ったんじゃない、いやいや、なんでいるんだよって逆に、なんでいるんだよとも思ってない、その後喋ってんだから、でもそれで、多分そういうピークは過ぎての、もうだからもう、ああ、そういうことね、流すとこだよね、ああ、そういうことか、いや、なんか結局何だったんだろうなと思ってね、 100m してゴールした後もあのね、流しながらちょっとああ、走るみたいな、ああ、そういうことですか、ウィニングランみたいな、ああ、まあまあまあ、そういう感じのやつだと思いますか、ね、だったらいいんですけど、はい、いや、気になったっていうね、ちょっとね、なるほど、はい、いや、なんかたまにさ、師匠とかさ、ああ、ちょっと、金木じゃんとかさ、例えば、ああって結構テンション高めでさ、来て、あ、なんだろう、すごいなんか喋りたそうな感じで呼ばれるから、なんだろうなと思ったら、携帯の使い方教えてくれるとかさ、なんか、込み入った話なんかなと思ったら、別にそんな、なでしょとかもさ、金木じゃんって呼ばれるから、え、もうなんすか、なんすかってさ、これさ、あの、もう携帯使い方なんだけどさ、と。すぐ、最近の方はすぐ消えると思ってるから。呼び止めてすぐ帰るから、すぐ帰っちゃうからね、呼び止めて、いや、分かってなくても私たちはね、あれですけど、なんですよね、あの、そうそうそう、確かにそういう不思議なね、テンションでしたね、ね、はい、はい、まあそんな話ですよ、まあちょっとほら時間がないからもうまたほら、またほら、あの、着替えながらやった方がいいですよ、じゃあどうも、はい、いや、もう帰りましたね、もうあの、よ、帰る用意しながら、はい、帰ります、はい、ちょっとあの、皆さん帰るようにしてるんで、ちょっと待ってくださいね、まあ、ギリギリまでは一応、ね、録画しますけど、ね、帰るように、ちょっと待って、ね、そんななんかスリッパに履き替えてるの、いやいや、長靴だから今日長靴濡れるから、スリッパ雨降ってるから、
よし、じゃあ、やりますか。じゃあ、行きますか。はい。ちょっと誰も映ってない。誰も映ってない。じゃあ、どうも。ありました。私たちはね、帰りますね。はい、やっぱあまりに短いと悪いなと思う。詰めてギリギリまでね。はい、じゃあ、ね、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。